こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。押し迫りましたね。もう本当にね、12月に入っちゃうとね、もうあっという間に年末っていう、感じになるなと思ってましたですけど、もうね、あと何日ですかね。今日は26日だから、27、28、29、30のあと5日か。いやまあね、まだ今年を振り返るってわけではないんですけれども、まあ、なんだかんだ、いろいろ、まあ考えながらっていうのか、知恵を出しながら、まあ一生懸命やってきたことは確かですね。ただね、この仕事はね、ちょっとね、特殊だからね、一生懸命やったところでね、報われるっていうわけじゃないから、かといってね、なんか適当にやって報われるってことも決してないんですけれども、まあ、一義的にはね、一生懸命やなくちゃならないんですけれども、あとはね、こう不確実な要因がね、非常に多い仕事だからね。だから、こう娯楽っていうのはね、ね、やっぱりあの大衆、ね、音楽だから、まあ基本的に娯楽ですよね。だから、この娯楽っていうのはね、まあこう常識の中でね、我々生活してるわけだけど、この常識の中でね、ものづくりしてもね、まずはうまくいかないよね。やっぱり娯楽っていうのは、なんていうの、こうその真面目、一生懸命とか真面目さ、やっぱり真面目さではないからね。まああのね、こう一つのことにもう没頭しなくちゃならないことは確かだけども、まあ歌に没頭する、だからあんまりこう欲をかいちゃうとね、なんかこう角が取れちゃうからね。だからある意味でこう不完全な状態がとっても大事なのかな。やっぱり不完全な状態だとね、やっぱり人間はなんか気分がもう一つすっきりしないから、まあできるだけ完全に近い方にっていうふうに努力するわけだけど、やっぱりね、完全に努力ね、努力して完全な方向にね進むのはいいんだけど、結局ね、質感は上がるかもしれないけど、やっぱりこう個性もなくなってくるからね。だからこうね、この仕事はまあ個性が大事だから、まあとにかく個性を尊重しながら、まあ一生懸命やるってことですかね。だからやっぱりその個性を尊重するってことはね、とにかく何が何でもね、そこをこだわって進んでいくしかないですね。まあね、石原正史も非常に順調に進んでおりまして、日々多くの皆さんからいろいろ問い合わせとかいただいております。それからね、三田教科が7月にデビューしたヒューマン、まあね、誰も彼も一緒にね、こううまくいくってことはなかなかどんな場合でもありえないですけども、まあね、なんかこう一つ物事が進んでいくと、そこにはね、流れができて勢いができるっていうね、勢いができればね、そこに、まあ、乗っかってね、いけば、自分の力プラスアルファの力がね、そこに生まれるわけだから、まあそんな状況を、まあ、作りかけてきたかなって感じですかね。まあこの勢いを、
絶やさないように、また来年に向けて頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。